ルキウス・コルネリウス・スルッタ、ルキウス・コルネリウス・スダフェリクス、紀元、百138年、紀元前78年は、共和制ローマ期の軍人、政治家、罰族派、オプティマテスの指導者として、民衆派、ポプラレスの指導者、ガイウス・マリウスと激しい抗争を繰り広げ、マリウスの死後、ガイウス・セルイリウス、ゲミノス以来120年ぶり取る、独裁官、リクタトルに就任した。 ルキウス・コルネリウス・スッダは、紀元前138年に、シュトローマで、上流貴族の一つである、コルネリウス氏族のスッダ家に生まれた。しかし、スッダ家は、過去に、失政官を一人出した以外は目立った、功績学、経済的にも裕福な方ではなかったという。従って一家は貴族でありながら、ビルッダ、別荘はもちろん、ドムス、邸宅すら持たず、 青年期のスーッターは平民向けの賃貸住宅であるインスラで過ごしていた。一種の没落貴族という立場は後年までスすーッダに、ついての噂や評伝について回った。スーッターは風貌の面でも目立った要素があり、周りの噂をさらにかき立てた。肌は常に少し好調したように赤みがかっており、ところどころにあざのような反転があったという。目は灰色の瞳であり、 肌の特徴と、相まって周囲に威圧感を与えたと伝えられている。敵対者からは、冗談の対象にされ、食卓に巻かれた桑と嘲笑されたという。青年期のスッラは、自堕落な生活を送り、主食に溺れては、酒場で、道家師や役者などと冗談を言い合いながら暮らしていた。私生活で、大敗的な生き方を好んだスッラは、独裁官時代ですらこうした、主食。 色気欲を捨てなかった。最大者であったが、同性の恋人もしばしば持ち、晩年にも、メトロビウスという、ギリシャ人の男性を目掛けにしている。スッダ自身も肌のことを除けば優美な風貌の青年であり、社交的な性格もあって異性から好意を持たれた。彼はこれを、自らの武器として活用し、ある資産家の女性の愛人となってその財産を相続してる。 本邦な生活の一方、愛人やコルネリウス氏族の親戚からの財産を相続したスッダは、自家の復興を模索し始め、抜族派として、元老院の官職選挙に立候補した。結果、スーッダは、紀元前107年に財務官に就任したが、その年の失政官が後に、因縁の中となるガイウス・マリウスであった。超スキピオの配下として、軍務経験を重ね、 政治家に転身したマリウスは、平民の指示を受けて、五民間や総督を務めた後、紀元前109年に北アフリカで起きたヨグルタ戦争で、ローマ軍の副将として出陣していた。しかし司令官、クイントスカエキリウスメテルスとの対立によって、単身帰国し、戦争の早期終結を公約に、メテルスを更迭して新たな執政官となっていた。 スッダはマリウスから副将に指名され、ヌミディアへ侵攻するマリウス軍の陣営へと合流した。マリウスがヌミディア軍を破る中、スッダはヌミディア貴族を牢絡して自陣営へ引き入れ、相手方の情報を得てはマリウスに伝える努力をした。両者の行動は、最終的に配色濃厚となったヌミディア王国内での内乱に結実し、ユグルタはスッダに支援された。 ローマ派貴族に受け取りにされ、マリウスに引き渡された。二人の優れた将軍によって、ローマを苦しめた外敵は破れ去ったが、代わりに、ローマ国内で民衆派と罰族派の対立を加熱させた。民衆派は、花々しい外戦式を行うマリウスを看護の声で、迎えたが逆に敵対する。 罰族派は外戦の栄誉を受けられなかったスッダの功績を高く称賛したのである。これは個人的にもマリウスとスッダを同僚から敵対者へと変化させた。スッダの中では自分を投用したマリウスへの信愛より嫉妬が勝るようになり、次第にマリウスも評価していたスッダを疎ましく感じるようになった。スッダはマリウスに嫉妬して指輪、ローマ貴族は指輪を 身分証にしていたに、ヨグルタ戦争での功績を持参する文言を刻むなど、かなり虚栄心の強い人物であったという。紀元前113年、キンブリ族やテウトネス族などが、ローマ領内に侵攻し、ローマ軍は各地で敗れた。連続で、失政官に当選したマリウスは大胆な、軍政改革を推し進めた。マリウスは、 ローマ軍を率いて20万を超す敵軍に勝利して圧倒的な軍事的再確を見せつけ、罰続柱手放しで称賛する対抗を挙げる。これ以降、マリウスは計7回もの失勢監督制を果たすなど民衆派の指導者として半ば独裁的な権限を獲得した。その中でスッダはマリウスと敵対するかと思われたが、むしろこの時期に再び両者は 蜜月の時代に戻っている。指輪の逸話に代表されるスッラの名誉欲はマリウスを不愉快にさせたが、同時にその名誉心をうまく満足させることで復縁を図ったのである。マリウスはスッラに副将、軍団司令官などの要職を歴任させた。表舞台に復帰したスッラは主に外交分野でマリウスの知性を支え、同盟国との交渉などで功績を挙げている。 しかしキンブリ戦争の最中にマリウスの同僚執政官でキンブリ族に敗退した罰族派のクイントスルタティウス・カトゥルス将軍の指揮下に移動しているため途中で再び不仲になったものと考えられている。カトゥルス軍が惨敗を起死したことでその一員だったスッラの評判も悪くなり蛮族に対処できなかった罰族派への軽蔑の念もあり。 スッラの政治的立場は再び低下した。それを裏付けるように戦争後に立候補した、紀元前98年の法務官選挙では、民衆の支持を得られず落選。スッラはマリウスへの敵意の再燃だけでなく、民衆派そのものを、貴族の敵として憎んでいた。スッラは、翌紀元前97年に再起を期して、法務官選挙に立候補。 再び苦戦を強いられたことから大金を投じて票を買い集め、どうにか法務官に就任した。好位官職である法務官経験者は、元老院に議席を持ち、また総督などへの就任権限を得ることができた。ようやく有力者の仲間入りを果たしたスルラは、法務官の権限を恣意的に用いることがあり、友人から、君が金で買った地位だ、死物にするのも仕方ないとからかわれたという。 法務官の任期が終わった後は、全法務官、プロプラエトル権限を持って、カッパドキア総督として赴任した。カッパドキアでは、ポントス王国との外交に力を入れたが、これは、結果的に後々の内戦におけるすらにとって、大きな意味を持つ赴任となった。また交渉の過程で、パルティアをミトラダテス二世の使者と越見しているが、これは、パルティアとローマの最初の交流だった。 功績の一方でスッダは、東方文化に大いに傾倒して、満足風に振る舞い、少なからぬ論者から不作法だと、非難されている。また、紀元前92年の帰国後、ポントス王からの大規模な贈賄を受けた容疑でエンソルから告発を受けているが、これは、証拠不十分によって、無罪となっている。元老院では再びスッダは、マリウスと激しい論争になり、 今や誰もが知る犬猿の中となっていた。マウレタニアオーボックス一世が、ユグルタ捕獲の場面を描いた、戦勝像をローマに送ったことで、かつての論争に火がついたからである。マリウスは、元老院から、無礼な戦勝像を引きずり下ろそうとしたが、元老院の罰族派は、スッダ側について抵抗した。スッダとマリウス、罰則派と民衆派、両者のいがみ合いは、 紀元前91年の同盟史戦争の勃発まで延々と続いていく。この戦争でマリウスは体調面の不調から総指揮官の職を他者に譲らざるを得なかった。マリウスも追いにはかなわなかった。対照的にスッダにとっては同盟史戦争は自らのキンブリ戦争となった。スッダは軍指機関としては厳格な時もあれば優しくもあり。 慈悲ある被護者だったが強欲な略奪者でもあった。プルタルコスは、精神的にムラがあった、不安定だったと評している。彼は不意に兵士を称賛したかと思えば、同じく不意に兵士を叱り飛ばし、また梱包で叩き殺すなどの重罪を不規則に与えた。気分嫌で、独裁的な気質から、兵士たちからはお世辞にも慕われているとは言いがたかったが、すらの抜きんでた、利害調整の能力は、 軍の掌握を可能にした。軍を掌握したスラは、軍事面で退任を果たし、ユリウス市民権法の交付という政治的解決で、内戦は終結した後、執政官に選出された。前後して有力貴族、カエキリウスメテルス家の出身で、クイントゥスカエキリウスメテルスの命であると結婚したが、マリウスより、年下とはいえスッラも50歳の後年になっていた。 またスッラは最大経験者で子供もおり、露骨な政略結婚は、ティトスリウイウスから辛辣に評されている。スーッダは、メテッラに関して、しばしば講師を混同し、アテネ占領時に壁に、メテッラを揶揄する落書きあった時は必要以上に、犯人を罰したと噂された。さらに後年に、メテッが亡くなった時も、自らが発布した贅沢禁止の法律を自ら、破って、 盛大な妻の国を取り行っている。政治的に一戦を退りいたマリウスに代わって主導権を握り、紀元前88年の失政官選挙に当選、同年に、ミトリダテス6世は拒兵して第一次、ミトリダテス戦争が始まると総司令官として出征することとなった。一方、マリウスは密かに民衆派の議員であった、五民官、プブリウス・スルピキウスルフスに命じて、 反乱の準備を行わせた。マリウスはすでに6回の失政官助人と二度の外戦式というローマ史でもありな功績を挙げていたが、未だその野心は衰えていなかった。スルピキウスは手勢を率いて、元老院でクーデターを決行、マリウスの指揮権獲得を元老院に承認させた。俗軍として窮地に立たされたスラは、不可侵とされてきたローマに軍を向けるという。 前代未聞の暴挙に及んだ。民衆派は無論、罰族派からも反発が相次いだがスッラはこれを強行、抵抗する市民を虐殺して、市街地を破壊し、ローマ中心地を占拠した。スルピキウスは殺害され、マリウスは支持者と共に、ローマ国外へ脱出した。スッラはマリウスへ賞金をかけるなど民衆派へ粛清を行ったが、罰族派内でも、 むしろ反スッラの風潮が強かった。体制に不安を残しつつも、スーッラは、ミトリダテス戦争へと復帰した。スーッラは、苦戦を強いられながらも、カイロネイヤの戦いで、ポントス軍を破り、ギリシャ諸都市を占領下に置くことに成功した。国内では、スッラと同じコルネリウス氏族出身の抜族派議員で、スッラから工事を託されていた、紀元前87年の失政官。 ルキウス・コルネリウス・キンナが親マリウス派に転じて民衆派復権に動いてい。キンナのクーデターそのものは失敗したが、騒動を知ったマリウスが北アフリカから軍勢を率いて戻り、今度は自らがローマを占領した。失政官に復帰したマリウスは、スッラと同じく敵対派閥への粛清を行った後、さらに中立派の貴族たちも処刑するなどより、苛烈な復讐を行った。 またもや俗軍と化してしまった、スッラであったが、ミトリダティス6世との戦いをまず優先して、決着をつけることに専念した。和睦で、戦いが一段落ついた頃、ローマで宿敵マリウスが病没したとの方が入り、スッラは金ナが派遣した民衆派の遠征軍を撃破すると、再度のローマ占領へ向けて動き出した。紀元前83年に、スラ軍はイタリアに侵入。 大マリウス、小マリウス金ならを相次いで失った。民衆派は、スラ軍に敗れ、反対に、グナエウス・ポンペイウスや、マルクス・リキニウス・クラッスス、ルキウス・セルギウス・カティリナ、クイントス・カエキリウス・メテルス・ピウスらはスッラに交流。翌紀元前82年に再びローマに入った。スッラはマリウス派への報復として二度目の粛清を追い、膨大な数の言動員議員や騎士を処刑した。 両者の争いは短期間に3度もの首都占領と粛清を引き起こし、ローマの多くの人材が失われる激しい内戦となった。内戦は結果的にローマうちの権威をスッダとマリウスに集中させたが、マリウスの死後はスッダが単一の実力者としてローマに君臨した。スーッダはローマに入った紀元前82年に支配体制のようとして長年使用されなかった。 独裁官への就任を宣言した。文字通りの独裁者として、先生を敷いたスッダは、罰族派の復権を図り、様々な制度変更を行った。スッダ体制は、ユリウス・カイサル、及びアウグストゥスによる帝政ローマの始まりまで続く、最末期の共和制ローマにおける秩序となった。他に、ユピテル神殿の再建やタブラリウムの建設、ホロロマのメリウムの拡張や、 ご民間の権力縮小、プロスクリプティオの発令による民衆派の粛清、元老院議員の定員を300人から600人に倍増するなどの政策も実施した。他に退役兵には土地分配としてイタリアの植民地に送り込み、北イタリアのマリア・キサルピナを続修か、失政官と法務官経験者を属州総督として属州に赴任させること、 プロコンするプロプラエトルも制度化した。この制度はすでにマリウス時代から監修として存在していたが、スッラはこれらを法律として明文化したという点に特徴があるコルネリウス処法。紀元前80年に独裁官を辞任して、同年の執政官に就任、翌年に公職を離れ、別荘で前述のメトロビウスをはじめとする娼婦。 男夫を妻の目もはばからずにそばに置いて気ままに暮らした。しかし晩年に内臓器官の疾患によりうが体に住みつく奇病を患って急速に衰弱してしまいほどなく病没した。死後、反対派の貴族らはその意外を野にさらすべきとしたが最終的に死後の遺言に従って荘厳な葬儀が取り行われた。すらは少なくとも建前上は 共和制と元老院の誤字を唱えたが、内戦やローマ占領は、後の帝政ローマ成立を、マリウスともども後押ししたと言える。スッラの子孫は、帝政ローマの体制でも生き残ったが、帝政期の元老院議員、ファウストスコルネリウススラルクルスは、現存、ユリウス・クラウディウス超末期に、ネロ帝の粛清によって、だけは、断絶に追い込まれた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。